お願いします。まあ、今回このような番組を通していじめと改めて向き合ったといいますか、自分も小学生の時にいじめられた経験もありますし、そのいじめられる側の気持ちっていうのは分かっているつもりだったんですけども、この番組はこういじめとはどうして起こるのか、どこからがいじめなのか、加害者の気持ちとは何なのかとか、すごい深いところまで考えていく番組なんですけど、なんですかね、もうほぼほぼ台本もなく自分たちが思うことをつらつら言わせてもらっていて、あの学生の皆さんとかにも一緒に見てもらいながら一緒に考えてもらうヒントになればいいなというふうな気持ちでやってます。そうですね、あの番組を通してあの後輩の力も借りながら行動宣言というものをですね集めようと思っています。あのいじめをなくすためにどうしていけばいいのかというですね、あの、まあ、宣言をたくさんの方にしていただいて、あの行動に移してもらうと、そういう人たちが増えたらいじめは少しでもなくなるんではないかと思って、みんなで頑張っていきたいと思っています。まず傍観者、見ている人ですね。見ている人は見てちゃダメです。なんだろう、それが一番大きな罪かもしれないですね。目の前で何かが起こっている時に何も感じないでいるっていうのが一番怖いことで、それを見てダメだなって思って傍観者って一番多くいると思うんです。たくさん自分の周りにその人たちと力を合わせて何か行動を移してあげれば、そのいじめられてる子は救われるかもしれない。あなたたちが一番力を持っているはずだから、ぜひ行動に移してほしいなというふうに思います。そしていじめている子は本当に自分を見つめ直した方がいいと思います。あなたはいじめている、いじめているっていうことを気づかない人がすごく多かったりとか、気づかないふりをしている、傍観者もそうなんですけども、いじめている子も歯止めが効かなくなってしまう。もうだっていじめなくてもいいことなのに、みんながこうチヤホヤしたことで俺は強いんだって思って自分の力を振りまくことはとても間違ってると思います。もうそれをやる暇があるならもっと違うことができる。そしていじめられている子、あなたの周りには必ず誰かいます。それをすごく伝えたいです。確かに怖いことだし親にも言えないことかもしれないんだけど、言葉にしないと伝わらないことがたくさんあるから、ぜひ一言でもいい弱いところを見せてほしいなって思います。そうですね、先ほど言った言葉に近いんですけども、誰かがいる、必ずいる。それは親なのか先生たちなのか、もしくは周りのお友達なのか、絶対あなたのことを心から守りたいと思ってくれる方がいるはずです。だから誰も助けてくれないなんて思わないでほしいなと思います。まあ、女の子の集団グループなので一見すごく難しそうに見られるんですけども、あの私たち、まあ、私は22、上はもう25とかですかね、25から13歳ぐらいの子まで幅広くいるんですけども、やっぱりこう上がねちょっと怖いと下も動きづらいというか、だから上の立場に自分たちがこう笑顔でいることがすごく大事だなと。そうするとすごい喋りかけやすいし、なんかこう円滑に回るというか、一番大事なのは挨拶かなと思います。そこから全てのコミュニケーションが始まると思うので心がけてます。